石本先生渾身の脚本は誰もが魅了されるストーリー。長きにわたる戦争を経て高度成長を遂げた新時代、七代目火影渦巻ナルトが統治する木ノ葉隠れの里では中忍選抜試験が開催されようとしていた。頑張ってくれってばよ。そこにはかつての対戦を戦った忍びたちの子供が修行に明け暮れる姿があった。やった！異空間で謎の二人組に襲われたサスケがあるよナルトの元を訪れる。嫌な予感がするな。それに気になるやからもいた。果たして彼らの目的とは。そんな中中忍選抜試験が始まり、さまざまな難関を突破していくボルトたち。やった！そして三次試験の個人戦で鹿丸の息子鹿大と激突。果たしてボルトは無事中忍になることができるのか。そしてサスケを襲った二人組の正体とは。油断した。この後怒涛の展開がボルトを待ち受ける。原作者岸本正史が思い描いた圧巻のストーリーが見る者を圧倒する。負ける気がしねえ。ボルトを中心に新時代で活躍するヒーローたち。今回の映画は渦巻ナルトの息子ボルトが主人公。七代目火影として多忙な父ナルトを嫌っている。なんで俺の父ちゃんが火影なんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。父親を超えるためナルトの友サスケに弟子入りを志願する。あんた父ちゃんのライバルだったんだろ。俺を弟子にしてくれ。そんなサスケの娘サラダはナルトを敬い、自身も火影を志していく。ボルトとは同じ班として中忍選抜試験に挑む。七代目に見せつけてやろうよこの試験で。そしてボルトと班を組むもう一人の謎多き少年美月。彼がリスペクトしている親の正体とは。君たちのご両親よりすごい僕の親がね。ボルト、サラダ、美月、新たなスリーマンセルが誕生。他にも続々と次世代が登場。ボルトを中心に若い世代が新時代を駆け抜ける。影分身の術いつだってこれ以上のものはもう僕には書けません。原作者岸本正史にこう言わしめるほど全てが注ぎ込まれた劇場版最新作ボルトナルトザムービー。クソ親父。入場者プレゼントは先着200万名限定のナルト秘伝財の書オフィシャルムービーブック、完全書き下ろし漫画やナルトの最終話フルカラーが収録された絶対に手に入れたい最強の豪華特典。